モダンな女優だけど服装はセーラーズ。ヤオミさん、こんにちは、のクリスです。こんにちは、こんばんは。私たちは今日はレディースナイトです。レディースナイト、よろしくお願いします。レディースナイトでアイスを食べよう大選手権です。集中集中、この声は、ギャルの爪が出てきたということで、今からちょっとデザート大会をします。よろしくお願いします。すっごいさ、なんかさ、このアングルさ、 YouTuber みたいだね。このなんか画角っていうか広さとか、このシンプルさ、公民館みたいな、なんかちょっと練習場みたいなそうだよね。スプーンが3つあるんですけど、これがアイスが溶かすスプーン、これは普通のスプーン、これはリラックマと新幹線のドクターイエローだっけがコラボのやつ、どれがいいですか？ドクターイエロー、一番ギャル、イエーイ、ありがとう、これにしてくれて、これがね一番溶けんだわ。ありがとうございます。いただきます。私はいちごのシャーベットにしました。れいちゃんは勝手に頼みました、いちごのミルクアイスクリームです。ヤオコは大人だから抹茶しかも抹茶、この店さ、抹茶がさ何種類かあったの？2種類だっけ、うん、あって、え、どう？うまい。ヨーコの抹茶が一番ね、ナンバーワン。うまい。いや、いちごうまい、うまい。あれみたい、懐かしいのパリって感じ。あー、はいはい、あー、行こう。懐かしいね。ちょっと待って、目つぶったらパリコレかなくしゃみトカネくんがくしゃみしてバツクチーズケーキも頼んでますのでちょっと一口食べませんか、こちらのチーズケーキ。しかもグルテンフリーなんだよ、バスクチーズケーキ。腸内環境に優しいわ。だけど全然さ、花粉症治んないんだけど。腸内環境とか言うじゃん。悪化してないんですよ。悪化してるんだけど、どうしたらいい？おいしい。バスクチーズケーキ早く出てきなさい。うわ、しかも見て、なんかちょうどいいサイズ。あ、ちょうどいい、ちっちゃいサイズ。パックしてました。ラッピーを剥がします。え、美味しそうじゃないこれ。うわ、そのバスクチーズケーキとさ、抹茶をさ混ぜ合わせて食べるのうまそう。やっぱり私だわ。うわー、ヨーコはバスクケーキも見据えての抹茶です。うわ、うまそう。うわ、りえちゃんはさっき、さっき食ってきたんだよね。もう何アイス食ってきたの？生チョコアイスからのイチゴアイスからのバスクチーズ。あー、やるね。スイパラ、ここ、うん、スイパラなのスイパラかな。スイパラ。なんで今日はレディースナイトかと言いますと、キツネさんが留守です。キツネさんが留守のね、スケジュールは一斉送信されます。万場のグループラインに、こことこことここいらっしゃらないのでよろしくお願いしますっていう感じで、はい、しかも今日トカゲくんが一番先に着いたんだよね、うん、家に。あー、そうね。それでナスちゃんもそろそろ仕事終わったって来て、あ、今トカゲくん家帰ってきたらしいからもう先行っといてって言って、ほんととか言って、ナスちゃんがピンポンってしたら、なんて言われたんだっけ。ヤッホーして、こんにちは。よそよそしい。いや、こんにちは。さっきもだよ、レイちゃんが来たら、こんばんは。だから礼儀正しいんですよ、今日礼儀正しい日、うん、礼儀正しいモードだ。やば、かれこれ1時間ぐらいですかね。いや、もうちょっとですね。1時間半くらいここでゲームやったりお話ししたり、なすちゃんとシッターしてくれてた。そうで、ご飯食べ行ったって感じ。そうで、またここ帰ってきてウーバーしてスイーツを今頼んで女子会っていう感じです。イエーイ、楽しい。これができるのはいないからですすいません、でもいる日も来てました。そう、いる日もするんですけど、はい、ちょっといい加減バスクチーズケーキちょっと食べますね。こう痛い。ねえ、やばい。これは。これはやばい。先生、これはもう入れなくてもわかるわ。やばい。ワンホール買えばよかった、6000円。ねえ、どう？生まれた。ひよこ。ひよこでしょ。やばいでしょ。え、うまいよ、れいちゃん。え、結構やばい。これグルテンフリーだって。うまいだろ。うん。でもこれワンホール6000円はすごくない？すごい。これちなみにいくら？かけら。1000円ぐらいじゃない？わかんないけど。都会の値段でした。うん。私まだ今朝のパックの今朝じゃない？昨日か。そう。ね、聞いて。でもさ、昨日ちょっと待って。でも待って。待って。なんなの？どっちが悪いの？でもれいちゃん、いや、れいちゃんだからほら知らないからしょうがない。はい、昨日ね、ちょっとお泊り会ね、れいちゃんがしたのね。してたね。で、夜お風呂上がって、うん、パックしていいよレイちゃんっつって、うん、好きなの持ってきなって言って冷凍庫行って、うん、パックをこうやって漁って、これが一番安そうだからとか言って一番高い資生堂のゴールドのマスクをこうやってしてたわけ。ブワーって封開けて、
レイちゃん1万円2000円ぐらいするってやばくない？そしたらレイちゃんがえっとか言って、うん、韓国のリジュランのパックの方が高いと思ってたとか言って、いいな妹ってそういう許されるね、許されるからね。もううちらなんかさ、本当だよ、まずさ携帯で絶対調べちゃうよね、調べちゃう、値段調べて完全にさ資生堂のしかも一番なんかもう首までついてるの分かる、引き上げるやつ、いいな、うん、使ってないよ。そうしかも1、2ってあるわけよ、だから1しか使ってないの。ねえっていう、せっかくなら2も行こう、2も行こうよっていうやつ、だから引き上げのやつ、ここをガッて、うん、でそれした後本当に引き上がるわけよ、マジでこんななるの。じゃあ次パクってくわ、それ。ああ、でもれいちゃんはね人生本当にねいい風にこうすり抜けていい感じに生きてるよね。だからあれでしょ、何、ネズミ花火でしょね、ね、ちょっと待って、どういうこと？人間タイプで分けようって言って、あなたはほらあのマークタイプでしょ。ちょっとずつちょっとずつこうやってガソリンをまいていきなりチェックしてボン。そう、だから、うん、直尾型。ナスちゃんが直尾型。中レナはネズミ花火。でもこれが当てはまってんのよね。当てはまってるね。シュ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 って逃げていくから。意味わかんないこと言ってどっか消えてくる。シュッ。おかかがね、炭酸水の段ボールで爪を研いでます。おかちゃん。お。マジ可愛い。でも今日はなぜ私たちが集まってるかと言いますと、キツネさんがいないっていうのもあれですけど、今日クランクアップしたんです。あ、おめでとう。双子動画オールアップしました。さようなら渚さん。毎回恒例のさ、その日に私はいつもブリーチ剤を塗ってるじゃない、頭皮に。確かに今回はやってないの。 ってことはもうってね、うんこは全部知ってるんだから、うんこは知ってるよ。怖い怖いいつも大当てで来るもんね、うん、髪バリバリの、うん、バリバリのままさ、真夜中でも来るじゃん、うん、もうどん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 ブリーチ剤を塗ってくれみたいな感じでどん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 って来るけど、今回は普通にトボトボとお家に帰ってきました、うん、トボトボと帰ってきてるね、はい、だからもう私はやっぱりこの背景に見えます通り真っ白な女になったっていうことです。あー、来ちゃったか。来ちゃってるよ、びっくりだもん、様子がおかしいもん。昨日お風呂の椅子を買いに行ったわけよ。前はさ紫だったよね、ピンクとか、そう、うん、紫とかありました、うん、何色買ったと思う？え、まさかスケルトンとか言わないよね。 No! ブラック。しかもなんか大理石もどきみたいなやつ、ブラック。やばいよ。しかもどこで買った？島中ホームズ私さ、今日ここ来た時にさ、トイレ入ってこんないいお家なのにさ、まず入ったらさ、キティちゃんのさあれがかかってんの、手拭きやつが、手拭さあ座ってさ、トイレペーパー使うのにさ、全部出てくるピカチュウのねピカチュウだからね。変わってないの。変わってないよね。だからさ、そこら辺でさ発散してるよね、わかる。だって昨日だって島千ホームズに行く前にスシローに行ってから島千ホームズ行ってるから、それでこの家に帰ってきて、モダンな家に。だって美味しいもんね。美味しいです、うん、スシロー大好きですから。スシローのデザート美味しかったね昨日。マジで美味しかったね。ダブルグリ。何が一番好き？私最近さ、スシローでさミニシャリって出てる。本当にこんな、このキティよりちっちゃいぐらいのシャリで来るの。マジで、すごい。女優のシャリが出た。女優のシャリが出た。だけどネタだけも出たのよ、知ってる？知らない。スシローも進化してさ、すごいよね。めっちゃいい。うん、だからスシロー行こうと思って。 YouTube 撮らせてください、お願いします。お願いします。違うのよ、思い出したの。何？私たちいろいろ予定を組まなきゃいけないじゃない。いろいろ行きたいところあるねって。まずどこ行くの？え、まず沖縄。違う違う違う、言葉が足りない。まずビキニでバナナボートに乗って沖縄でしょ。ねえ、言葉が足りないじゃない。もうそれ見たいんだよ、本当に。前も言ったじゃん、私バナナボートでヒビ入ったことあんだって、あばらに。ドラマ撮影中だったわけよ、うん、本当に今みたいに忙しくって、で1日だけ休みの時に行ったわけ、どうしても乗りたくて。で乗って、そしたら吹き飛ばされて、でバーンって行ったわけよ。そしたらもうなんかってもう笑わせないで、痛いみたいな感じでもさ誰にも言えなかったの、マジで怒られるから、うん、病院に行ったら、あばらは自然に治るのを待つしかないから、とりあえずその湿布とかそういうのもらったけど、もう気休めじゃん。マジでそれなのにさ、そういう時に限ってさ、なんか面白い出来事とかあるじゃんみたいな、わかるみたいな。ほんときつかった、あの時マジで。だからそっから乗ってないからね、私怖くて。行こう、無理とりあえずあれをやってほしい、またプールのさ、やつ。あれでしょ、オリンピックのやつでしょ。私の大好きなんです、あれの。プールやりましょう、じゃあ長崎で。大村の市民プールでもいいですよ。90度プールある。90度プール。怖い、摩擦が怖い。そこでマジで水着食い込むよマジで。いやでも私言っとくけど、ハワイのこういうさトルネードみたいなさやつで、私水着破けたから、穴開いてお尻
マジだって、あの犬のおむつみたいに穴が開いたんだって尻尾よ違う尻尾出すみたいに穴が開いたのでも正直さ、本当に私家族でハワイに行った時って本当にいい思い出ないの。まあ知ってるよ、すぐライン来てたし喧嘩なおあとやっぱ家族で旅行って絶対喧嘩になる。だって自由だもん、ここの、うん、だって私たちさ、パリコレとかさ、LA とかなんかそういうのがベースになっちゃってるじゃん。このベースについてくれる人はいないと思うの。まあ体力だけはとてもあるもんね、私たち。もうあと10分で閉まるって いけるみたいな。そういうあと5分でアイス屋さん閉まるって言っていけるしかも、ね、誰が一番やっちゃうって、もうこちらだからアイスになった、アイスになったの中里奈さんが。もうすごいよ、ね、そうですよ。化粧品だったら先生、先生だよ。韓国でやられたから、それコキツカさん女優すごいから。3店舗あるから、私2店舗頑張っていくから、先生はい、1人1店舗行ってきて、そう、それでこれとこれとこれとこれをちゃんと言ってねとか言って大汗かいて二手に分かれてって言いながら、これとか言って店員さんに見つけてノー、ソールドアウトとか言われて、もう次はあっちにあるから、もうそこまでブワーッと走って、もう店員もさ、ギリギリだからさ、ね、入ってくんのみたいな感じで思われちゃってさ、本当にさ大変だったんだから。でもさ、それをさ、イラつかないでさやれる、私たちも怖くない？でもさ、うん、いい子じゃん私たち。ヨーコいい子、ヨーコはじゃあさ、確認しよう。私はいい子の認識なんだけど、はい、みんな結構ほら、うちは割とさ KY じゃないよね、意外と。あ、確かにね、空気が読める、落ち着きがない人たち。そう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 、だからさ、プーってお店に散らばってもさ、はい、別に誰もさせかすこともなくさ、全くない、待つこともなく、うん、違うお店に勝手に行ってさ、そうそうそう、後で連絡してさ、うん、今何階にいるとか言って OK とか言ってさ、マジでそれ、そう、なんでだろう、なかなかいないからさ、ね、ありがたいよね、うん、だからそれについてくれる人はいないよね。いないです。ゴキブリ、えっ、やめてよお願い、だからゴキブリだけは私嫌なんで、倒してもらっていいですか。この間アマゾンで1万6000円分ゴキブリセット買ったの怖いの。だからね、もうありとあらゆる対策をしてます。だからこれでこのお家をさよならする時まで出なかったらこっちの勝利だよ。気づかないのも勝利のうちだからね。前私一軒家に住んでた時に1匹出たのよ、大きいのが。で、うわーってなって、夜中もう過呼吸ってなって、もうその時のキツネなんか大丈夫だってみたいな感じなわけよ。いないじゃんとか言って、もうどっかガー消えちゃったわけ、うん、冷蔵庫の裏とかに、うん、私はもうさ、うーってなって調べ上げて4万円かけて苦情読んだ。もう今すぐ来てくださいって言って、そしたら来てくれたの、おじちゃんが。夜中の4時半とか。そうでしょ、本当だよ、来てくれたの、おじちゃん。アベンジャーズみたいな感じだった、ヒーロー。本当だよね、で呼んだらすぐ来てくれるんだもん。すごいじゃん、ムーバイスみたいな。ドゥ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 みたいな感じで、ご近所がブワー来てくれて、え、駆除してくれたの。駆除もしてくれたし、対策罠もしてくれたし、全部やってくれたの。すごい。それからね、一回も出てなかった。マジでヒーローじゃん。だからヒーローなの。調べな、一緒に調べて、あ、この人っつって、うん、ちょっと貯めとくわ、金。でもね、茶羽だったらダメでしたって言われた。もう住んでますって。だってさ、長崎茶羽いっぱいいたじゃん。いっぱいいたよ。嘘でしょ、いるに決まってよ。長崎も行けないから。でも今の実家はない。前は前住んでたとこ、ばあちゃん家と、ばあちゃん家寝て朝起きたらおはようだったもん、うん、マジでゴキブリいる。だから私たちね、行くところナンバーワン、私はでも本当に一回エミレーツ航空に乗りたい。ああね、それずっと言ってるよね。一回さ、並びでさ、ビジネス乗ろうよ、エミレーツの。楽しそうじゃない？ウィーンってやつ。そう、ウィーン、おはようってやつ。それちょっとお願いだからやらせて、企画で。じゃあ、いつ？でも私たちやっぱハロウィンやるじゃない、毎年。どうする、今年。先生今年、まあそこ開けてもらって、あの NG 出しといて、うん、今から出しとくね。うちはでもさ、いつもさこんなこと言ってさ、決めんの結局さ3日前とか4日前。そう、それでね、アマゾンがね、あーつかないとか言って、あ、これはつくよとか言ってさ、そうマジでそれを直さないと毎年そうじゃん、うん、毎年そう。でもさ、結局決めるのってさ、ナスちゃんじゃない。そうだね、とりあえず大丈夫、用意しなくていい、スケジュールだけ開けといてくれれば。わかりました。はい、じゃあ皆さん、いつまで続くかな、この生活。モダンリーサ、うん、モダンリーサはいつまで続く。もうでもリーサ自体がモダンじゃないから、多分もうすぐ終わると思う。
ちょっとびっくりするかもしれませんが、皆様モダンリサを見守っててください。よく黄色の壁に私のタグ付けられたりとかよくしてるのね。もうそれがちょっとなくなるんだと思うとすごく悲しいですけども、でももう一個ね、事務所は黄色の壁だからね。だから黄色の壁は不滅ですということで、皆さん今日の動画見てくださってありがとうございました。ニャンピョン女子会、ちょっと今カメラを切った後もきっと続くと思うんですけども、よろしくお願いしますね。はい、ということで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。リサでした。ナスちゃんでした。おかかでした。バイバーイ。